ワールドカップアジア最終予選、最新の順位表がこちらです。現在第4節まで終了。引き分けは気持ち的に痛いけど、ダントツのトップは変わらんからまあよし。90分間終始日本のペースだったし、ホームだから勝ち点3欲しかった。サウジがまたこけて勝ち点差をキープしたままなの大きい。日本が強くなったっていうのも感じると同時に、サウジ、OG が取るべきところ取り逃してるおかげで助かってるなとも感じる。サウジ、ホームで痛恨のドロー。サウジアラビア引き分け、日本も現在トップなだけでまだまだわからないし、2から6へ全てにワールドカップ本戦出場の可能性が。日本とオーストラリアが引き分けてチャンスだったのに、ここでホームでバーレーンに引き分けるサウジよ。サウジはホームで2戦続けて勝てないとか大丈夫か？インドネシア、バーレーンのホームをちゃんと勝ててれば勝ち点9で日本と首位争いできてたからな、自滅としか言いようがない。中国、インドネシア戦で初勝利。中国初勝利、スタジアム優勝したみたいな雰囲気。まさか中国が勝つと思わんかったし、これは2位かおもろくなってきたな。インドネシアここまで3試合ドローで耐え続けて、一番勝ちたかった中国戦で負けるのメンタル的にきつそう。2位かが見事に足踏みしてどこも抜け出す気がないようだ。この混戦に巻き込まれることなく5ポイント差で高みの見物できてることが嬉しい。グループ C、2位かが勝ち点2差いないってすごいね。今んとこは5ポイント差あるから余裕持って見てられるけど、下が混戦になればなるほどどの相手もモチベーション高く向かってくるから、油断だけはマジでできん。2位か争いのモチベに足元救われないでくれよ。